救助隊です、はい、お名前教えてください。羽生です。羽生さん、はい、今から救助に向かいます。隊員はまずは被災者の名前を確認。ボートで近づきます。浸水地域をボートで進む際はマンホールなどに注意が必要だといいます。そして被災者にまめに声をかけることで不安を和らげます。羽生さん、これから隊員がそこにはしごをかけます。はい、安心してください。大丈夫ですよ。間をお願いします。救助の段取りも細かく丁寧に説明。このはしごを降りていただいて、ボートの方に一緒に寄っていただきます。はい、救命胴衣をつけ、ロープで安全を確保した上で、はしごを降ります。はしごを降りる時もサポート。大丈夫ですか？はい。はい、ました。まもなく海岸なので、もう少し頑張ってください。普段の訓練から被災者への声かけを意識。この積み重ねが災害時に生きるのです。無事に救出。すごいドキドキしましたけど、大丈夫だよっていう声がけと、すごく安心感につながったなというのは思っています。東日本大震災をきっかけに特殊救助隊を志願した和田さん、その思いとは。絶対ここにいる人を救出するっていう気持ちを持ち続けることは大事だと、皆さんに伝えたい思いとかありますか？私たちは被災者を助けるために日頃訓練していますので、瓦礫の下敷きになったりだとかいう時にも絶対に諦めず、我々の到着を待ってもらえればというふうに思います。絶対に助けます。